こんにちは。今回はスワロフスキーとパールビーズを組み合わせてピアスを製作しました。では材料と製作の様子をご覧ください。では作っていきます。テグスにスワロフスキーを1つ通します。左右のテグスに丸小ビーズを4つずつ通し、丸大ビーズ1つでテグスを交差します。ビーズをテグスの中央へ寄せます。パールビーズ1つでテグスを交差します。パールビーズの隣の丸大ビーズでテグスを交差します。左右のテグスに丸小ビーズを4つずつ通します。スワロフスキー1つでテグスを交差します。テクスが出ている隣の丸小ビーズ1つにテクスを通します。テクスにスワロフスキーを1つ通します。そのまま一番最初に通したスワロフスキーの隣の丸小ビーズ1つにテクスを通します。もう片側も同様にテグスを通していきます。テグスの中央にあるスワロフスキーでテグスを交差します。パーツの外側のスワロフスキー4つ、丸小ビーズ4つにテグスを通しながら、丸小ビーズ4つのうちの1つに丸大ビーズを取り付けます。一番外側のビーズにテグスを通しながらテグス同士を揃えます。テグスを2回結びます。テグスの処理をします。それぞれのテグスを結び目の隣のビーズから入れて、ビーズ6個に通しテグスを出してカットします。これでピアスパーツが完成しました。もう一つも同様に作ります。作ったパーツをピアスに仕上げます。もう一つのパーツもピアスに仕上げたら完成です。今回はスワロフスキーとパールビーズのピアスを製作しました。ご覧いただきありがとうございました。